現在、死んだ時間、1123年10月27日、17時52分。シード、ディレクター様、ID 認証成功。お帰りなさいませ。一級異変警報です。電撃ホールが急速に拡張しており、約12時間以内で海域全区域に広がると予想されます。放送を聞いた住民の皆様は、そうです。通信が途絶えました。今回の異変は広範囲にわたり、カイリン以外のどことも連絡がつきません。異変による影響はすでに禁域内にとどまらず、各地の異常なエネルギー波動指数が持続的に上昇しています。もう一度車列を促して早めに出発させるのがベストですね。もし途中でシードのチームに会ったら、 CEO に通信が回復した後、私に無事を報告するよう伝えてください。ディレクター、どうしてまだここに？話し合って決めたじゃない。護送にはあなたが最適なの。途中で襲撃されたらあなたの能力が頼みの綱だって。どうして引き返してきたの？いえ、ただ急にぼんやりして、いくら呼んでも返事がなくて。様子がちょっと変だよ。護送中に何かあったの？もう、こんな時に禁域に行くわけないでしょ？電撃ホールの異変が広範囲の空間の歪みを引き起こしてるの。今近づいたらどこか未知の世界に送られるかもしれないよ。みんな避難しているのに、どうして戻らなきゃならないの？どうして黙ってるの？ディレクター、どうしてもそんな危険を犯さなければならないの？あなたはシードの CEO だもの。ディレクター以外の呼び方なんてないでしょ？時々あなたが何を考えているのかわからなくなるけど、そこまで言うからにはきっとそれなりの理由があるんだよね。行きましょう。こんな時はいつだって私はあなたについていくしかないんだから。待ってるよ。これでも食らえ。
幕府公衆命令に従って避難を支援するわ。報告するならまず話を整理してから。まあいい、俺が説明する。俺とヤンリンは A03 区の守備を担当している。撤退する少し前、電撃ホールの奥に巨大なワーム状の生物が現れた。続いてホール全体が急速に広がって激しい爆発が起こったことで、空中に設けられたエスクが破壊され、データ検出も中断せざるを得なかった。巨大生物？もし遭遇したら私たちに止められるかしら？無理ですよ、あんなのもはや生物というより怪物ですもん。シロの意見も同じです。読み終わったらここにサインしてね。ディレクター？ディレクター、聞こえる？18時23分だけど、どうしたの？1123年10月27日、どうしたっていうの？顔色が悪いけど。さっき、私があなたをディレクターと呼ぶのはおかしいと思ったのは、あなたの記憶の中では、この時点でディレクターと呼ばれるべきなのは、先生本人だからだってこと？でも、1121年4月25日、その日のことは、私もはっきりと覚えてる。私が正式にシードに入社した日だから。クク茶一杯みたいな冗談めかした申請書とは違って、私は正式な本当に効力のある承認書類をもらったの。ディレクター欄にサインしたのは先生ではなくあなただったわ。ここまで私たちの記憶にはズレが生じてるんだね。人の威嚇能力は自身から発せられ、エコーラの魂の奥底から共鳴している。それは、エコーラの一部であり、臓器のようなもの。忘れたからといって消えることはない。でもそれって、電撃ホールが複数の異世界につながっているという理論にも合致しているんじゃないかしら。ただ今回そのホールを通り抜けてきたのがディレクターさん本人だった。もちろん行くよ。このまま一般人のあなたを危険にさらしておくなんて心配でしかないもん。私とシロも行きます。静かに、誰かいる。お前が来るとは思わなかった。まったくじゃ、枯れた覚悟。
こんな口ぶりで話しかけてくるとは。許すわけにはいかぬ。根を捨てこの地で朽ちるつもりか。何時が。まさか、そんなはず。これらの雑草のためだけにか。玄、いや、極還元よ。見るのじゃ、力尽きた汝は、奴らの到来すら感じ取れておらなんだ。ここは君の世界ではない。君はここに来るべきではない。皆さん、気をつけて。何か大きなものがものすごいスピードで来ます。え、手伝ってほしいの？早く終わらせないと、ククちゃんのアイスが溶けちゃうよ。いつでも準備はできている。雷影先陣。いるわよ、どうぞ。私を超えられると思うの？指示を待ってるよ。これでも食らえ。警戒を怠って気をつけろ。俺が引きつけておく。早く終わらせないと、ククちゃんのアイスが溶けちゃうよ。レッスン開始ですね。花の香りで傷の痛みを和らげましょう。そうか、あれを見つけたか。来る前、わらわはいろんな可能性を想像しておったが、こんな嬉しいサプライズは予想外じゃ。玄、汝に感謝すべきよな。下がれ。あの子は下がる必要はない。わらわたちはかつて血がつながっていた仲ゆえ、あの体のせいで汝に愛そびれるところだったぞ。さあ、この姉が家に連れて行ってあげるからな。すまない。安心して眠れ。君はここで消えることはない。ただ、自分のいるべき場所に帰るだけだ。時が来たら、未来でまた会おう。
現在、死んだ時間、1121年4月25日、13時52分。シード、ディレクター様、ID 認証成功。お帰りなさいませ。現在、死んだ時間、1121年4月25日、13時52分。シード、ディレクター様、ID 認証成功。お帰りなさいませ。ディレクター様、指令を入力してく。ディレクター様、指令の入力がタイムアウトになりました。操作を取り消しますか？ディレクター、こっち！お待たせ。ちょっとしたトラブルがあってね。乗って。金域の方が私たちを待っているから。ん？金域に設置した探知装置が電撃ホールから捉えた異常なエネルギー波動が自動警報レベルに達したわ。エコーラが電撃ホールを通過していると考えられる。機動隊と関連部署の責任者は現場に行かないと。どうしたの？急にそんな質問をするなんて。ここに来る途中もずっと上の空だったし、どこか具合でも悪いの？だといいけど。ん？金域は当局からハイリスク放射性エリアに設定されています。どうか皆さん落ち着いて、くれぐれも線を越えないでください。重ねて警告します。金域 B01 区開発研究エリアはシードが管轄しています。無断で侵入した場合、当方には強制措置を取る権利があります。機動隊からの情報よ。別に。ただ、電撃事件からちょうど5年経ったでしょ？その余熱がまだ残ってて、金域の出入り口がまた抗議デモの人たちにびっしりと囲まれちゃってるだけだよ。なんちゃって。彼らの情報によれば、この先は本当に混雑してるみたいで、車が全く進めないんだって。早めに対処するようにってさ。うん。私もそう思う。今は人を避けていかないとね。だって、シードの制服を着ているし、もし気づかれたらデモの人たちが全部こっちに押しかけてくる可能性があるから。金域での探知装置は引き続き、電撃ホールからの異常なエネルギー波動データを記録してる。これまでに一度ピーク値を示しており、その数値は143で、エコーラが電撃ホールを通過する数値範囲に属している。
ちょっと話してるんだからちゃんと聞いて。だからこれまでの経験からすると、異常なエネルギー波動を連続して3回以上、指数が70から150の範囲内でピーク値を観測した場合、異世界のエコーラを迎え入れる準備をするべきだってこと。今の143は相当危険な指数で、次のピーク値が現れたらすぐに私たちの知っている数値の上限を超えるかもしれない。要するに相手は強くて、私たちが本気を出しても勝てないかもしれないってことだよ。ああ、そうするしかないね。ねえ、この異世界のお客さんが時空トラベルをすぐに受け入れてシードファミリーに溶け込める確率は高いと思う？やむを得ない場合は X エネルギー防護施設を起動して被害を最大限金域内に隔離することができるけど。嘘、どうしてこんなに人が多いの？金域内の X 放射線に関する情報については逐一お伝えしました。どうか慎重な行動をするようお願いします。ご自身の身の安全を顧みない行動は慎んでください。もし一般の方への放射線リスクが金域内部になければ、私もここで止めたりはいたしません。まして皆さんはよくご存知のはず、こうして大勢を集めて騒動を起こしても何の問題解決にもならないことを。一日また一日とずるずる引き延ばして、そうやってごまかそうって言うんだろ。この5年間、昼も夜もどれだけの人が旧市街地で待ちわびていたと思うんだ。そうやってことなかれ主義で、結局はお茶を濁してるだけだろ。生き残った俺たちにひたすら我慢を強いて、お前らは天劇事件なんて起きなかったことにして、さらには俺たちの身内の死体を踏みつけ、のうのうと金を稼ごうってのか。覚えてる？子供の頃、ここはカイリン最大の公園だった。先生によく連れてきてもらって、日が暮れるまで遊んでたね。周りはほとんどが住宅街だったから、子供やお年寄りがたくさん住んでて、すごく賑やかだった。その後、電撃事件が起きて、あんなに大きなレバーレの建物が空から落ちてきて、ほとんど一瞬で全部消えちゃった。そうだね、今立っているこの交差点には二つの世界の数えきれないほどたくさんの人々が埋葬されている。電撃ホールに関連するものすべてに抗議してたんじゃない？例えば X 結晶とか、それに関連する新しいエネルギー、放射線病、そして他の派生物。私たちエコーラも派生物の部類に入っているんでしょうね。何しろ彼らから見れば私たちは完全に同じ人間とは言えないしね。最後の警告です。電撃ホールは高度に活性化した状態で、機域内の危険レベルは上がり続けています。いつでも。もうたくさんだ。やれリスクだやれ危険だと日々吹聴しているが、お前らシードの連中は全く恐れてないだろう。それどころか次々と中に入っていくじゃないか。お前らが言うリスクなんて嘘か本当か分かるはずないだろう。騒ぎを起こさなかったらお前らはそのまま知らんぷりしてたくせによ。ほらどうした。今こうして校区が包囲されて金儲けの邪魔をされたからようやく慌て出したのか。そうだそうだ、はぐらかそうったって無駄だぞ。
こちらの訴えをいつ相手にしたって言うんだ。 XN の開発をしエコーラの悪事を野放しにしておくんだから、お前らも同罪なんだよ。お前らシードみたいな XN に頼って成り上がった悪徳会社こそが X 放射線を蔓延させて伝染病を撒き散らし化け物を横行させた元凶かもしれんぞ。いい加減にしてください。シードが禁域内で展開している研究と採集作業はどれも公式に権利を取得したもので、防止策も完璧です。いわゆる X 放射線漏れの問題は一切ありません。おい変われ、鼻からまともな理屈が通るほどこいつら聞く耳持っちゃいねえって。たとえ本当に野良のエコーラがやりたい放題悪さしてたって、法律や規則をちゃんと守ってる俺たちには関係ねえだろ。誹謗中傷するのも大概にしろ、どいつもこいつも全員失せろ。何をする気だ。もう一歩近づいてみな、噛みついてやるからよ。恐れるな、引くな、全員俺と一緒に前に進め。現場でこれだけ大勢の目が見ていて、これだけたくさんのカメラで撮っているんだ、やれるものか。シードに買われたこんな化け物が俺たちに対して何ができるって言うんだ。シード反対、エコーラを追放せよ、 XN 開発を中止しろ。シード反対、エコーラを追放せよ、 XN 開発を中止しろ。まずい、このままじゃ状況を抑えきれなくなる。ガオ、このボロ警報器何をわめいてやがんだ。虫のようなものが効果から出てきています。ジャポーンのアセンシュ、どうしてどうしてこんなところに現れるの。The terminal is under attack. Please deploy defenses. CG を待ってるよ。これでも食らえ。いつでもご加盟く。流星雨とかし。弾影跡を止め。全隊員いつでもご加盟。まだ幕引きではありませんよ。全隊員ごきげんよう、ディーエンと申します。こいつらを通すな。今来たその二人もシードのやつだ。もう引っ張らないで。あなたたちのために虫を止めてるんですよ。手を離さないと本気で怒りますよ。警告、近域 B03 台中の出口の公共設備が襲撃を受けました。うっせぇな、クソ警報。ちょいとそこのあんたたち、いい度胸じゃん。あたいが何ヶ月か閉めてないうちに旧市街地じゃもうあんたらみたいな雑魚が幅利かせてんの。さあ、さっきほざいてたたわごとあたいの前でもう一度言ってごらんよ。ほらん、貴様、よくも御託を並べてくれたね。あたいがエコーラになったからって
あんたらに手出せないと本気で思ってんのかい？わかった。そっちが言い出したんだからな。こっちも遠慮はいらねえよな！この無頼のアバズレめ、エコーラになってバックに大企業がついてりゃ好き勝手やっていいって思ってんだろ。俺に手を出すだと？やってみろよ。できなきゃ腰抜けだ。そうそう、こっちだ。こっちに殴りかかってこいよ。ぜひ手を出してもらいたいもんだな。そうすりゃお前の面構えと行動が暴かれてみんなにも知ってもらえるからな。普段人間のように装っているエコーラとやらが一体どれほどの化け物なのかを、そしてお前らをかばうシードがどれほどのものなのかってな。自分を何様だと思ってやがんだ。けっ、脳なしが言いたい放題デマ流してくれるね。あたいが怯えるとでも思ってんのかい。化け物は上等じゃないか。今すぐあんたたちに本物の化け物ってもんを思い知らせてやるよ。王さん、落ち着いてください。どうしたの？何を探してるの？何？警告、地域2033台中の出口の公共設備が襲撃を受けました。嘘だろ、またかよ。は、見たかい。さっきあたいらエコーラが前に出てあいつらを食い止めなかったら、あんたらみたいな一般人はくたばってたんだぜ。あたいたちが先頭に立って命がけで守っているセーフティーゾーンはあんたらがごちゃごちゃ文句を言うためにあるんじゃないんだよ。そんなことはもちろんわかってるさ。問題はあたいらだけがわかってれば十分なのか。あいつらにあそこで好きかって言わせておくのかい？口を開けばデマばかりだ。堪忍袋の尾も切れるってんだ。なんであたいがシードに入ったからって、腰抜けみたいにやり返すこともできずに、ここで突っ立ってなきゃなんないのさ。なんでこのクソどもに好きかって言わせておくのさ。落ち着いてください。緊急事態に直面しても理性を保つのが秩序を維持する者の務めでしょ。あんたが次期シードのボスなわけだし、極さんが育てた弟子だからね。もちろん信じてやるさ。ちっ、忠告しなかったとは言わせないよ。今禁域の中はやばいことになってんだ。一旦 X 放射線が外に溢れたら、ここに立ってる奴らが真っ先に被害に遭っちまうぜ。死んでもあたいみたいな化け物になりたくないってんなら、今すぐここから消え失せな。警告、警告。電撃ホールの異常エネルギー波動に2度目のピーク値が検出されました。現在の指数は159。警戒レベル5。繰り返します。電撃ホールの異常エネルギー波動に2度目のピーク値を検知しました。現在の指数は159。異変による影響はすでに近畿内にとどまらず、各地の異常なエネルギー波動指数が持続。
帯モニターがずっと鳴ってるけど、さっき見せたかったのは、この指数の変動？ディレクター、どうする？人域外周の封鎖命令を受け取りました。ID 認証中。シード、CEO 様、ID 認証成功。指令を実行します。シード従業員、ID 確認。エコーラ、ID 確認。放射線感染リスクなし。通過を許可します。シード従業員、ID 確認。エコーラ、ID 確認。放射線感染リスクなし。押さないでください。皆さん落ち着いてください。万一転んだら。あ、あなたは ありがとうございます。はい、ディレクター、急いで。シード従業員 ID 確認。民間人非異感染者 ID 確認。放射線感染リスクなし。通過を許可します。待て。エコーラでもないくせに、なんでシードのために働いてるの？エコーラが増えれば増えるほど、シンラは元の姿に戻れなくなるんだよ。分かってるの？私たち一般人にはますます生きる道がなくなるんだ。自分が異感染者じゃないからって、他の異感染者の生死はまるで考えないんだな。この裏切り者め、恥を知れ。ちょっと、彼に何をするつもり？このクソが、どけ！ID 識別中。民間人、感染リスク不明。駆逐します。ゲートを壊せ！ぶっ潰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 せ！ ID 識別中。 ID 識別中。一般人、感染程度不明。駆逐します。駆逐。無断で禁域に侵入しようとする人に対し、シードは強制措置を取る権利があります。彼を離してください。これが最後の警告です。何そこでボサッと突っ立ってんの？さっさと入んな。逃げるな、クズめ。貴様、止まれ。大丈夫かい？些細なアクシデントとはいえ、びっくりしちまっただろ。もっと大きなアクシデント？あの、極先生の後を継いで CEO になるってお方っすね。さっきの入り口じゃずっと挨拶する暇もなくて、どうもどうも、はじめまして。俺、クリスティンス。ウーレアーから来ました。クマって呼んでもらっていいっすよ。将来のディレクター、どうして一般人なんすか？将来のディレクター、あなたみたいな非異感染者って X 放射線に鈍感だから、今後もエコーラにはなれないんじゃ？将来のディレクター。クリスティンさん、将来のディレクターさんのために、少し静かにしてあげましょう。あ、うす。ディレクター代理さん、大勢の人が急に押し寄せたため、外周のゲートはすでに封鎖されました。現在、禁域内には、撤退に間に合わなかった研究スタッフが、まだたくさんいるでしょう。了解！残りのエコーラは？
ここ、あんたんとこかい？いいね、気に入ったよ。おっと、紹介が遅れたね。あたいはホラン。何かあったら遠慮なくいいな。あたいが守ってやるからさ。言ってみなよ。誰をボコすんだい？もう待ちくたびれたっつーの。指示を待っ、これでも食らえ。言ってみなよ。どきな。一暴れしてやるか。口を慎みな。いつでもご加盟ください。全隊員、所定の位置につきます。流星雨とかし、弾影跡を止め。いつでもご加盟ください。全隊員、まだ幕引きではありませんよ。疾風、天をつく。欲しいの？指示を待ってるよ。早く終わらせないと、ククちゃんのアイスが溶けちゃうよ。もう待ちくたびれ。いつでもご加盟ください。流星雨とかし、変じゃねえか？前に天劇ホールからエコーラがワープしてきた時は、こんなにたくさんの生き物なんて連れてこなかったぞ。このティポーンの派生種はどっから湧いてきてんだ？天劇ホールの異常エネルギー波動に3度目のピーク値が検知されました。現在の指数は171、警戒レベル5。大変。ここもまだ始末しきれてないのに、上の奴がいつ降りてくるかわからない。もう、人手が全然足りない。それに、異常エネルギー波動の影響で、外部との通信も途絶えてしまいました。シード、CEO 様、ID 認証、成功。クリスティンさん、ホーさん、外で警戒しましょう。環境の変更やその他の干渉要因の検知なし、ベイン OS にアクセスしました。デミウルゴスの族長。見る目くらいはあるか。
どう？潜行は成功した？来ないよりはマシだよ。ただ、残念ね。苦労して設置されたここの設備が、一回の潜行で全部ガフカで使えなくなったなんて。了解。メモしておく。そうだ。潜行が終わったから、蘭姉さんたちに、もう大丈夫って伝えに、あれ？どうして急に暗くなったの？あ、安心してください。俺は空飛ぶクマっすから。大丈夫？知らないよ。自分が振り落とされて死にそうな時に、他のやつを構う余裕なんかないって。静かに。何さ、あたいってば、またまずいことでも言っちまったかい？足音が聞こえます。気をつけて。来ます。邪魔をするな。何事か。雷に打たれよ！待ってるよ。これでも食らえ！口を慎みな。一線雲を貫け。いつでもご加盟ください。流星雨と化し、弾影後を止め。全隊員所定の位置につきました。望むとこ、この雷を超えられるとでも。これでも暗いな。え、手伝ってほしいの？早く終わらせないと、ククちゃんのアイスが溶けちゃうよ。